愛良市立加茂小学校は、鹿児島県愛良市加茂町上久典にある、市立小学校である。1869年に、新治む館と称する学校を自童が開設したことに、始まる。さらに1872年に、これを、外上第19教校とした。1876年5月、小学校令に基づいて、加茂小学とした。この5月15日を、 創立記念日としている。後に高等科も設置して、加モ高等尋常小学校となった。1892年加モ高等小学校と加モ人尋常小学校に分離された。しかし校舎は共通で、後の愛らし役所加モ庁舎付近に存在していた。1899年6月になり、 加毛高等小学校は、現在の加毛小学校があるあたりに移転した。高等小学校は、約1万円の予算を投じて、校舎を新築し、また尋常小学校も約4000円を投じて、校舎を増築した。1901年には、楠田尋常小学校が火災で消失し、白男へ移転したことから、校区の一部を併合した。1904年5月に、 男女別に学校を編成することになり、旧人上小学校を、加茂女子人上高等小学校を、旧高等小学校を、加茂男子人上高等小学校とした。同年10月に米丸人上小学校を、1909年3月には、朝日人上小学校を廃止して統合をした。1917年4月、加茂女子人上高等小学校は廃止され、 男子校へ統合されて再び、加茂人城高等小学校となった。1918年実業補修学校を併設し、1920年3月、久末白男、龍城の各人城小学校を統合した。一方で4月から高巻に分校を設置した。1941年4月に、加茂国民学校となり、1947年4月に、 加毛町立加毛小学校となった。1950年後牧文校が独立した。1969年4月、小川内小学校と高木小学校を統合して、現在に至っている。第二次世界大戦中に疎開を受け入れていたことから、1976年に南種町の中平小学校と姉妹校の関係を結んでいる。修学旅行などの機会に互いに、 児童の行き来が行われている。ありがとうございます。